東京リベンジャーズネクタイでキャラ当て、全12問ネタバレ注意スタートです。第1問、このネクタイは誰でしょうか。ネクタイは特徴あまりないですからね。10秒経つとヒント出ます。これから幹部会。答えは松野千冬でした。第2問、このネクタイは誰でしょう。幹部会真っただ中。答えは武藤康弘でした。第3問、幹部会ブラックドラゴン組。乾清舟でした。第4問、東京拘置所。橘直人でした。第5問、中学時代。答えは松野千冬でした。第6問、幹部会。半間修司でした。第7問、幹部会古参組。川田なほやでした。第8問、東満調査室。橘直人でした。第9問、幹部会珍しく参加。木崎哲太でした。第10問、
勉強中。バジケイスケでした。第11問、よく分からず幹部会に向かっています。答えは花垣竹道、竹道でした。第12問ラストです。葬式、答えは橘直人でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。